ゴリラでございます。ゴリラでございます。ゴリラスポット、ゴリラでございます。はい、ということでですね、前回のビデオ、インディ・ジョーンズのね、第5弾、予告編が解禁されて、まあ、全部それを語るというビデオなんですけども、まあ、それがですね、大変、俺のね、このチャンネルの規模では非常によく見ていただいてですね、で、またたくさんの方がチャンネル登録していただいて、本当にありがとうございます。あんな暑苦しいビデオね、しかも長いでしょ、長かったでしょ、ね、本当、ご覧いただいてですね、いいねボタンもたくさん押していただいて、本当にありがとうございます。まだね、ご覧になってない方いらっしゃいましたら、よかったら、ここら辺にね、リンクありますんで、見ていただければと思います。はい。で、今日はね、そんなに長くならないように、手短にまたね、インディーの話をお届けしたいと思います。で、まずね、一番最初に、ついに、前回のね、ビデオの中でも俺がお願いしますって言ってた、ね、インディアナ・ジョーンズ、アメリカでは2023年の6月の30日に公開になるんですが、これね、ぜひとも、配給さんお願いします、日米同時公開よろしくお願いしますということをお願いしてたんですけども、願い通じたんですかね、日米同時公開決定いたしました。やったーやったーよしよしね、ついにですね、日本も同じ、同日ですね、2023年の6月の30日に公開決定となりました。また合わせて、日本版のね、字幕がついた、日本語字幕のついた予告編も公開されまして、で、同時に、邦題ですね、こちらが発表になりました。で、邦題はインディ・ジョーンズと運命のダイヤルということに決まりました。はい。で、こちらですね、インディ・ジョーンズとというふうに、とがつきまして、で、今までのシリーズですとね、インディ・ジョーンズ、レイダースですね、失われたアーク、インディ・ジョーンズ、魔球の伝説、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦、そして第4代、インディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルというふうにですね、邦題にはとがなかったんですね。ただ、現代の方には、インディアナ・ジョーンズ、アンド・ザというふうに、いつも、まあ、アンド・ザがとがついてたんで、まあ、邦題はね、今までの歴史の中では、邦題の歴史の中では省かれてたんですが、まあ、今回初めてね、とがついたということで、まあ、これね、今非常にね、我々のようなね、オールドファンから賛否両論になっておりまして、皆さんはどちらでございますかね。よろしければまたコメント欄にですね、皆さんの思いなんかも書いていただければ嬉しいでございます。はい。でね、今日の話なんですが、結局長くなり始めてるんですけども、手短にいきます。今日はですね、そのね、来年の2023年6月30日にインディ・ジョーンズ公開されます。第5弾ね、公開されます。この運命のダイヤルが公開されるまでに盛り上がっておく準備はよろしいですか？そのための3つのポイント、まあ、インディ風に言うなら3つの試練ですかね。こちらを皆さんにお届けしていきたいと思いますので、最後までよろしければお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では行ってみましょう。ほっしゅ。していきましょう。まずね、3つのポイントもここ短いです、ぶっちゃけ。まず、最初のポイント、これはですね、インディアナ・ジョーンズ、一体どこでそもそも見れるのかというお話ですね。インディ・ジョーンズ1からね、現状4まである、これどこで見れるのという話でございます。そして2つ目のポイント、2つ目のポイントはね、そこでインディハマりました、インディハマってる、好きだよと、もしくはね、これで見てハマったよという方、どこでね、インディ・ジョーンズの日本では情報って仕入れたらいいんですかと。まあ古い映画ですから、ね、現状今みたいに、ね、あちこちにまだね、なんだ、専門店があったりとか、専門サイトがあったりとか、ね、そういうものがあるわけじゃないので、一体どこで、インディ・ジョーンズの情報を収集したらいいんですかというお話をしていきます。そして3つ目、いよいよですね、来年公開されます。インディが公開されます。その時、一体どんないでたちで行ったらいいんだっていうところをお答えしていきたいと思います。はい。ゴリラのビデオ。あらっと。はい、ということでですね、さあ早速ですね、その3つの試練、3つのポイントをお話ししていきたいと思うんですが、ちょっとその前にですね、ちょっとその前によろしいですか。あのですね、私ですね、ちょうどですね、こちらの商品を今買ってきました。はい、こちら何かと言いますと、海外のね、映画雑誌なんですけど、エンパイアというもう非常に有名なね、老舗の雑誌なんですが、こちらで、我らがですね、インディアナ・ジョーンズ特集を組んでおりまして、何よりもこのインディの姿ですね、今回世界初お披露目されたのが
このエンパイアの雑誌によってインディ・ジョーンズのこの新しい、ね、第5弾のハリソンのこの姿がお披露目されたんですね。なのでちょっとですね、今買ってきて海外ではね一足先に発売されたんですけど、日本やっと輸入したんで、ちょっとねちょっと皆さんと一緒に、少しだけね、まだ俺も見てないんで一緒に見てもよろしいですかね。あのこういいよっていう方は先飛ばしていただければと思います。いやちょっと失礼して、まず表紙です。こちらが表紙でございます。これがねもう一番最初にネットで公開されたんですけども、で注目すべき点はここです。これちっちゃいんですけど指ね、これインディ結婚指輪してるんですね。ここがねちょっと今までのシリーズとはインディ明らかに違うなっていうことで、いくよせーのバン。はい、こんな感じですね。いやーこれかっこいい。いやー街中を走るんで、ね、これだってもハリソン80ですよ。この年でアクションやってくれるハリソン本当最高です。さあそして撮影中マッツ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 のいでたちがね、これまたねレーダースのねまんまトートなんですよね。うお来た。このポーズってレーダースのねあのモノクロのよくさあの出てるインディの写真もこれ出してきました。ねもうこれとも全くなんかこうがっちりきてすごい嬉しいです。はい、ということでちょっとね皆さんよろしければ気になる方こちらで、ね、洋書なので、まあ、洋書取扱店で、もしかしたらね購入できるかもしれません。私はですね紀ノ国屋書店ね大手、書店の紀ノ国屋さんの洋書店で購入いたしました。はい、ということで、皆さんに、こちらエンパイアインディアナ・ジョーンズ特集をご紹介させていただきました。ゴリラの美で、あらよっと。はい、ということでですね、ちょっとまた前置きが長くなってしまいましたけど、サクサクいきたいと思います。ではですね、インディアナ・ジョーンズ第5弾を見るまでの準備3つのポイントということで、お話ししていきたいと思います。まずね、なんでこのポイント準備が必要なのかという話なんですけども、まあ、このねインディアナ・ジョーンズ、まあね、来年の2023年6月30日何度も言いますけど6月30日公開されますが、俺がねなぜこんなに準備をしといた方がいいぞというかというと、もうこのインディ・ジョーンズ今回でハリソン・フォードがまず演じるのが最後です。インディ・ジョーンズをリアルタイムで劇場で公開されるのが最後の作品になります。もう一つはですね、このインディアナ・ジョーンズですね、このシリーズ今までは1から4までは、パラマウントという会社で作られてたんですね。でこれが今作からディズニーね、もう皆さんねご存知のディズニーによって、インディアナ・ジョーンズが作られます。それはどういうことかというと、インディアナ・ジョーンズの生みの親ジョージ・ルーカスさん、ジョージ・ルーカスというのはルーカスフィルムというのをやっておりまして、まあ、これまでね、もう説明もする必要もないほど有名なスター・ウォーズを生んだ方でございます。で、このジョージ・ルーカスのールーカスフィルムにはスター・ウォーズがあって、そしてもう一つ、このインディアナ・ジョーンズシリーズがあるんですが、このルーカスフィルムごとディズニーの方に買収されたので、今ですねディズニーさんでスターウォーズもインディージョーンズも作られているということになるんですね。でこのインディージョーンズがですね、まあ、スターウォーズがねもう今現状、ね、もう数年前から789と新しい映画が作られましたよね。で同じように今、インディージョーンズも第5弾が作られているんですが、スターウォーズと同様にテレビシリーズがね今後ねまた始まるというようなスピンオフってやつですね。これがテレビシリーズはたまた劇場のね作品が作られるという噂が今ボン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 上がってきているので、今後ねインディーはまだまだ世界が拡大していくと言われているんですよ。でその拡大していくインディーだけど、やっぱり大元のインディージョーンズね、ハリソン・フォードが演じるインディージョーンズはこれが最後ということなので、ぜひともですね皆さんねこの半年をかけて一緒にね盛り上がっていけたらいいなと思っているので、今回ねちょっとビデオでこういった3つのポイントというのを改めてお話をさせていただきたいと思います。また長くなってるゴリラの美で、あらよっと。ということでね、早速、1問目というかポイント1ですね。ポイント1、インディアナ・ジョーンズ一体どこで見れるのかというところですけれども、こちらお答えは、現状ですねまずブルーレイ 4K のブルーレイが発売されております。こちらをご購入していただくというのもありかと思います。そして、もう一つですね、今ね、動画配信サービスこちらがございます。こちらで今見れるのが現状2022年の12月の時点で見れるのが、Amazon プライムとそして Hulu、 この2つで見ることができます。あとは配信で iTunes で、購入という形もできます。iTunes で購入する場合は 4K 画質のね綺麗な最新の 4K 画質で見れます。プライムと Hulu では 4K ではなってないので、そちらご注意いただければと思います。ちなみにですね、そのプライムと
ブルー、こちら両方ともちゃんと日本語版吹き替え版とあと日本語字幕版とね、2つご用意されているので、皆さんねご都合の方をよろしい方でご覧いただければと思います。はい、で、そんなね2つ目のシーンですから、このね2つ目ですね、そんなインディーハマったよと、面白いよと、あと久々に見てやっぱりハマっちゃったぜという方で、このインディージョーンズのね、今まで作られてきた歴史であったりとかトリビア、そういったものね、まあ、この俺のねビデオでもどんどんこれからご紹介をしていきますが、それをまずすでにまとめてある、サイトというのがございます。こちらがインディアナジョーンズジュニアという、こちらですね日本のファンの方が長年営んでらっしゃる、おそらく日本で、一番古くかつ、詳しいサイト、ファンサイトでございます。公式ではないんですけども、こちらの管理人さんがもう長いことね、それこそ20年ぐらいかな、はもうずっと営んでいて、インディ・ジョーンズがね途中19年作られない時も、そして14年間ね今回もね、間空いてますが、この間も地道に最新情報を少しずつ集めて更新して、今もですね現役で営んでらっしゃいますので、そちらに行くとですね、もう本当にインディの小説だったりとか、あと過去ね、テレビで作られたテレビドラマシリーズであったりとか、まあ、そういったねインディの深い歴史から、基本的なことまで全部そこでね、知ることができるので、ぜひ皆さん訪れてみてください。そして3つ目の試練、こちらがですね、ポイント3ということで、どんな出立ちで行ったらいいのかというご質問なんでございますが、こちらですね、こんな出立ちはいかがでしょうか。せーの、はい、ということでね、まあもうこれですよね、言わずもがなインディーギアでございます。はい、これインディーギアなんぞやということなんですけども、まあインディージョーンズのね、ジョーンズ博士が身につけているもの、これをですね、みんなねコレクションしている人たちが世界中のファンでねたくさんいらっしゃるんですけども、このコレクションを総称して、インディーギア、インディーが身につけているものをインディーギアというふうに、呼んでおります。でこのねインディーギアなんですけども、実はですねこれ映画でねハリソン・フォードが身につけているこのインディーギアなんですけども、実は、映画のためにねスタイリストさんがゼロから作ったものではなく、結構多くのものが市販で、発売されているものなんですね。でそのほとんどが今でも手に入るんです、インターネットを通じて。なんで俺のねこの写真もね、この間着てた、この前回のねビデオでも着てたジャケットと、あと今ここにある、帽子ね、あとムチ、これも全部劇中で使われたものと同じものを俺もね揃えることができたんですね。はい、ということで、ぜひね皆さんもインディーギアで、見に行かれてはいかがでしょうかね。とはいえね、そんなね、見に行かれてはどうでしょうかっつったって、インディーギアどうやって集めて、だいぶね、マニアックじゃないかという話なんですけども、こちらですね、今後ですね、私のこのゴリラスポットのビデオでこのインディーギア、実はですね俺の友人がこのインディーギアの、まあ、日本ではもう間違いなく第一人者なコレクターの方がいらっしゃるので、ちょっとねその方を呼んで、もうどっぷりとこのインディーギアの楽しい、そして深い沼にですね皆さんぜひいざまいたいと思いますので、そのね特集ビデオも今後やっていきますので、ぜひねその際をですねご覧いただければと思います。インディーギア楽しいですよ。はい、ゴリラのビデオ、あらっと。さあそんなわけでね、ちょっとね余談がねザザザと長くなってしまいましたが、インディージョーンズで、ね、今回もですね、6月の30日ついに日米同時公開ということで、放題もインディアナジョーンズじゃないや、インディージョーンズと運命のダイヤルという風に決まったのでですね、今後皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思います。皆さんのねインディー愛、ぜひねまたコメントに書いていただければと思います。本当にすごいねコメントいただいて楽しいです。やっぱりねインディー、同じインディー好きとして、共鳴し合えるので本当に楽しいです。はい、でねちょっと最後にもう一つだけおまけ、付き合っていただければと思うんですけども、私ですねインディアナジャパンというですねファン活、まあオタ活ですかね、最近でいうそのオタ活をやっておりまして、これがですね俺とね同じようにインディーが大好きだっていう友達、他に3人いまして、でこの3人とですね、インディアナジャパンというファン活やっております。でこのファン活ですね、今までどんなことをしてきたかというとですね、クリスタルスカルの王国が2008年に公開された時に、やっぱりどうしてもね俺レーダースとかは当時さすがにね小学生だったんで劇場で見れなかったんですよ。でね当時ね一気見っていうのやってたんです。
それどういうイベントかというと、映画の、ね、シリーズものがこう新作が公開される過去作を全部一気にやりますよって、ハリーポッター一気見とかスターウォーズ一気見みたいなことやってたんですけども、さすがにね、トラさんは一気見でやってね、あの今までやったことないけど、多分みんな誰かしらね、あの病院送りになっちゃう人いると思うんで、まあ、それを置いといて、でそのインディ一気見っていうのをあのやるかなと思ったらね、なかなかいや、配給さんに聞いたら許容してしたらやらない予定はありませんって言われちゃって、で、ね、どうしても見たかったんで、じゃあもう配給さんがやってくんないなら俺がやるっつって、そのね、仲間たちと一緒に、署名活動から始めて、インディ一気見見たい人っつってね、あの街中でもね、署名運動やってね、あのインディギアさっきのね格好して、街の中をですねカップしてですね、署名よろしくお願いします、インディジョーンズを見たいんですってやって、なんとですね、もう300人以上の方たちがですね署名していただいて、ネットからもね署名していただいて、当日ですね、東宝シネマズのね六本木の7番スクリーンという当時は一番日本で一番でかいスクリーンをですね貸し切りまして、レーダースのね1作目、しかもそれは公開当時の30年前のフィルムを使って、魔球の伝説も当時の上映当時もフィルムを使って前作一気に見るというイベントをね、やったことがございます。でこれはですね、その時の来てくれたお客さんたちに、我々で作ったお手製のねパンフレットなんですけど、結構よくできてるでしょ、字が自賛になっちゃいますけど、こういう風にね、ルービーのそのトリビアがねたくさん入ってたりとかね、これね、インディがどこを旅したかってい うマップだったりとか、でこれメンバーですね、このインディアナジャパンのメンバーであったり、そして裏はですね、これもう先ほど言った署名してくださった方々の熱い思い、インディへの熱い思いもこうびっしり書かれてるんですね。ね、こんな熱いイベントをやらせていただきました。はい。ね、今後もね、先ほど言ったインディギアの第一人者であったりとか、あと、先ほどね、インディアナ・ジョーンズ・ジュニアのね、サイトをやってらっしゃる管理人さんも、実はですね、このインディアナ・ジャパンに、入っていただいてるので、今後でもですね、この皆さんにね、このメンバーの皆さんに、ここに遊びに来てもらって、皆さんにまた、いろんな楽しいインディの情報で、来年のね、第5弾まで、一緒に盛り上がっていきたいと思いますので、それまで一つよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ちょっと長くなってしまいましたけども、そこのね、今回のビデオ面白かったよという方、よろしければグッドボタン、そしてね、またチャンネル登録のなんかしていただいて、これからまた一緒に盛り上がっていければと思います。では、今回のビデオ最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバイ。